はいどうも、姉音妹赤崎蓮香です。桃太郎伝説1248年ハンデ戦リベンジマッチやっていきたいと思います。で、スビの銀次来ましたね。ここはチャンス、是が非でも雷神落としたいというところで、前回買ったカード交換カードでもう雷神の剛速球はまず奪わなきゃいけない。もうこれ持たせちゃいかん、使います。で、あげるのはワクチンかな、ワクチンでいいや。交換する。さあ銀次様頼みますよ、雷神をから奪ってちょうだい。さあ貧乏神変化、キング様来てください、お願いします。で、ハワイあたりに飛んでもらえば、新幹線など粉々にすればというところなんですが、ハリケーンが来た。なるほど。さあ、速攻動、ハリケーン。お願いします。高い物件打って、飛ばして。仙台、佐渡。ここは安いな。大阪、だが、大阪独占崩れたか。かき集めたい。さあ、うかつに海に出られないですからね。ワーク駅ワークしないですよね。私もね、物件駅以外入れないんですよ。なので、ここは剛速球で、雷神の足を潰します。頼むぞ、剛球は。新幹線割ってくれ。頼むー。オッケー、オッケー、新幹線割った。あ、ごめん、足はテレポート。申し訳ねえ。まあ、ただ、許してくれ。よし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 。銀次、来るでしょ。あー、4分の1か。ちょっと弱い。物件飛ばし。大阪、松江の通りだった。752億、いいですよ。さあ、進行形持ってないので、ここは、私も角売り場行けないんで、物件駅ね、どうしても行かなきゃいけない。ニセコを投資したなので、まあもちろんノーマルサイコロは使えない。特急周遊使うか急行使うかなんですが、急行だとねちょっと怖い。あ、でも急行使うか。急行で物件駅行ってください。10ちょっと出過ぎかな、やばい。なので旭川へとりあえず行きます。物件駅止まらないと銀次被害受ける。松山、ああ今飛ばされた松山を買っていく。松山、あ、今松山買ったばかりだから、そこ飛ばされるか。ただ、高額物件飛んでないね。さあ、銀次の当たり年なんで、ここチャンスなんですが。エンマが入る。千葉は、4分の1か。弱い。さあ、ノーマルサイコロはちょっと怖いな。1大丈夫、2大丈夫、4大丈夫だが、2分の1でまずいんだよね。あ、これは、ノーマルサイコロ行きましょう。4。網走。入れない。4。稚内行ける、よかった。あとはないよね。4でいいとこ。ないよね。稚内行きます。増資します。さあハリケーン、まだ物件駅止まれる。まあ高確率で物件系止まれるんでね、なかなか厳しい。奥津沢、長野も崩れる。ただちょっと額的には弱い。さあ3回行動したので、
おお、ワープするんだ。ブロトワープ。テレポート使うか。ちょっと北海道にいる旨味がなくなったんですよね。ワープはしない。入れると思うので中古使いましょう。7、危ない。7か。7だと網走いけるね。網走いきます。物件買い占め。よし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 。網走6000。これで北海道の物件はもういいとこないかな。さあ、ハリケーンが戻りました。臨時被害がね、しょぼい。さあ、物件売るが、これ現地出るよね。なけなしの3000万ぐらい取られる。8000万か。プラチナカード。まあ、プラスなんじゃないかな、むしろ。さあ、そろそろテレポートか。まだかな。何事もと。もったいないっちゃもったいないですよね。カード駅に今入れない状況なので、カード売り場か。なかなかね、テレポートも貴重ではある。池田が6マス。ただな、もう、のんびりはしてられないんですよね。まだいけるか。特急シューナーなくなるのは辛い。豪速球の使いどころではないですね。ノーマルサイコロで1か。いや、銀次考えたらこれ特急シューユー使わなきゃやばいな。7。いけだわ。あ、いける。よし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 。あー、ここで進行形なくなったか。まあ独占できたけども、あんまり資金減らせてないのが痛い。いやー、カード買うのか。豪速球2枚3枚買う。よし、チワワ来た。ナイス。全部盗まれるが豪速球買いやがった。いや、ここキング様お願いしますよ。絶対的なキング様お願いします。ここで右は許されん。ハリケーンかー。こっからキングならないかな。そのパターンないかー。あ、なった。よし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 。ここでメラゾーマは来たらでかいよ。豪速球買ったんだよな。あ、またこれ銀次来るじゃんね。さあ、ここ私豪速球使いどころだな。割るか。豪速球使いましょう。使われるの尺なんでね。ここは使います。豪速球で。豪速球2枚以上割ってほしい。頼むぞ。テレポート割られるのほんと辛いんで。オッケーオッケー、2枚割った。あ、ごめん、アシュラプラチナ割っちゃったわ。豪速球返し来る。いや、テレポート2枚だけは死守したい。あとはね、まあ、ある程度割られてもしょうがないかなというところ。お払い。あ、テレポート1枚だけで済んだ。エマも持ってないよ、多分。持ってる。お払いいただきます。よし、いいいい。ここの資金削りメラゾーマは素晴らしい。3連発お願いしますよ。一発じゃ足りない。さあ、雷神が、チワワからの、メラゾーマ。さあ、物件が売られていく。気持ちいい。あ、夕張り崩れたな。さあ、ガンガン削られていく。いやー、これを待っていた銀次からのキング様。さあ、宇和島も削られて、あともうでかいとこ行くよね。小樽。いや、
これ北海道で少し買い物したいな。街あたり欲しいんだけど、カード売り場行くと銀次様来るんだよ。アシュラ、それ特急取ったけどまずいな。移動する。次アシュラ特急使ってゴールしたら私のとこ来ちゃうんだよね。ちょっと考えます。テレポート使うしかないか。アシュラのとこ行きますか。本当は物件買うために北海道残りたかったんですが、進行形もないのでただサイコロ振っても結構厳しいというところで、ここはテレポートでアシュラのそばに行きます。上の方に出たかった。松山、買われるが、よしよし、いいぞ。メラゾーマ2連発3連発お願いします。いいレベ427億。よし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 、雷神の崩れる音が気持ちいい。もう一発来い。よしよし、いいぞ。さあ雷神が崩れていく、気持ちいい。あーやべ、これ気持ちよすぎる。もう一発は、いない、来ない。あ、ここ何、特許使わなかったの。もう銀次、もうアシュラから奪わないであげて。さあエンマが増資している。そうエンマが北海道残ってるのが嫌なんですよね。あ、フラの私買ってなかったっけ。買ってるよね。少し臨時収入、美味しい美味しい。さあ雷神だいぶ崩れたから他行くんじゃない。よしよし、私に来た。さあただどうしよっかな。これノーマルサイコロ振ると危ないんですよね。1か4 1、2、3、4、5、2分の1なんですよな。じゃないと銀次被害を受けるで、考えたらブロック寿司使ってチャーニゴすか。チャーニゴしますか。使えんのかな。ちょっと使おう。当たり年で、あ、まあまあいい、当たり年でやられるように。さあ貧乏神被害、よし、ナイスメラゾーマ、これはでかい。でかい、462億。さあ雷神がガンガン落ちていく。もう一発来い。あ、来ないか。ぶっ飛び。いやー、私なー、まだ銀次来る可能性あるんだよね。さあ雷神が打った夕張をエンマが買ってるんですけども、もう使えるカードがない。いやー、物件駅に泊まるためには2分の1なんですよね。お願いします、2分の1。6は、ちょっと待って、え、6やばくない。あ、コーチいける、コーチいける。オッケー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 。物件駅いける。一軒だけか空いてたの。シンドリード。さあ、もうこの辺で奪われても雷神は。ん？銀次が来た。もう多分ね、キングボンビは帰ると思うんですよね。ガチなカード。ああ、戻りましたね。さあ、アシュラはまだ、ゴール、あ、チワワ、まあね、チワワ来たところで、大した被害はない。あ、よし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 、チワワ来た。エンマの資金もゼロになる。うまいうまい。ただもう2月。さあ、私も実はピンチです。
3か4、6、2分の1ですね。あ、5でもいい。いや、ほぼほぼいけるはずなんですが、頼むぞ。ここで、銀次は会いたくない。6やばくない？あ、6は、6だと徳島行けるのか。あとは、物件買えないかな。無理。あ、宇和島は行けないんだな。宇和島行きたかった。徳島に戻りましょうか。もう銀次だけは絶対被害会いたくない。なので徳島に行きます。ここにいれば被害を受けないんでね。まあなすってくるよね。ピタリか。さあ雷神が増殖した。あ、待って、損害保険しか持ってないからよかった。あー、アシュラー頑張れ。ゴールしてほしかったんですけどね。まあここで資金貯めるのか。ちょっと貧乏神被害受けるね私。ピタリなすりつけはねほんとつらい。カードも何もない。どうだ、4。高松はいけるね。高松に入って銀次被害だけは何としても阻止ですね。さあ貧乏神、余計なことはすんなよ。いや物件売りはマジやめて。おー、お前ふざけんな。お台場売られた。あ、でもここ危ねえ。お金も入られた。いや、ちょっと待って、ハリケーンやめてね。ハリケーンだけはやめて。私被害来るんでね。ハリケーンはやめてください。キング様お願いします。ミニからの、いや、ハリケーンだけはほんとやめて。頼むよ。ハリケーンはやめて。いやー、私に被害来る。痛いな、この被害は。あ、岡山。私は。ちょ、待って、お台場飛ばされた。220億は辛い。マジかよ。ここでハリケーンなの？いやー、ゴールしろ、そしたらもう。遅いよ、アシュラ。さあ、ここでハリケーンがエンマに行く。ちょっと1ターン遅いんだが、私220億飛ばされた。厳しいな。松山。あ、アシュラ物件おめでとう。まあ銀次被害も痛かったけども。おっと、当たり年でそれ行く。まあもう資金ないのか。さあエンマの物件も吹っ飛ばされて、ちょっとチャンスが出てきましたね。夕張、お、結構えぐ。あ、ネズミに飛ばされた。いや、3506億、やばっ。エンマがエグインを飛ばされた。ネズミ飛ばされた。といったところで、流れが変わりました。いや、素晴らしい銀次の当たり年でした。私も被害受けたんですけども、ハリケーンにね、巻き添えで。ただね、逆転の足がかりはできた。ここがターニングポイントになるでしょう。全員収益落として、雷神が、もう79億まで落とした。すごい落ち方。私が2位に上がって、エンマも落ちた。流れが完全に変わりました。さあ、雷神が、総資産790億までガツリと下がる。いや、ここもうスクショですよ、皆さん。この急降下フォーク。素晴らしい。エクスタシーを感じる。そういったところで、これは見えてきたぞ、逆転の。プロセスが、はい、大興奮冷めやらぬまま次の動画に行きたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。またねー。やばい、これは気持ちいい。